ぶりのセントリアでしょうか。またまた船舶です。航空チケットが安かったので、安くもないけど、セントリアから今回出発します。出発します。さてさて、どこだろう。ここじゃない気がする。逆でした、多分。着きました。あのあれですよ、キラキラ。前回も終わりました。着きました。おはようございます。ただいま午前6時50分ぐらいです。はい、今回は国内線に乗ります。また朝から間違えまして、今回は第2ターミナルに行かなくてはいけないのに、第一ターミナルの国内線でセキュリティ受けようと思って、違いますよって言われました。まだ間に合うと思いますので、急ぎたいと思います。第二ターミナルから第一ターミナルに歩いて10分ということで、歩いていきます。シャトルバスも出てるんですが、15分間隔なので、これ歩いた方が正解だなと思います。歩いております。朝ラウンジに行ってただビールを飲もうと思ったのですが、そんな時間は全くございませんでした。前のファミリーもターミナル間違いでしょうか、急いでおります。お父さん急いでおります。来たかったんですよね、この飛行機あるところ。今回全然時間がないので、今度来ようと思います。はい、 T2 着きました。まだでした。着いてません。今度こそ着きました。ハッピー。長い、すごい。なんか、はい、上にこれ何、アライグマかな。あ、飛行機もいる。私は今回ジェットスターに乗ります。初ジェットスターです。ワクワクです。見えました、あれに乗るのでしょう。大きく見えますね。まあまあ遠いです。セキュリティ通ってからも結構長い道ですね。あ、やっと着くかな。始まりました。今荷物を全部こうやってポケットの中に入れたり持ったりしてます。手荷物2つで7キロなんですけれども、7キロまでというお知らせはありましたが、まだ一度も測られていないので、念のために重たいものはポケットとかに入れておいてあります。あ、屋根がある。屋根ありますね。親切。めっちゃ雨です。こんだけ雨降ってるフライトは10年以上ぶりかも。いつも晴れてましたね、 YouTube 始めてから。
配達してるの。あ、はい。2個だったね。A320 -200 です。雑誌メニュー頼みませんけれども、ございます。あの、広がります。チェックインできなかったので、ウェブチェックインできなかったので、こちらでチェックインしました。そしたら こちらですね、端っこだ。こちらで手荷物チェックを受けました。帰りはジェットスター重さ測るようです。そして、私はこのように全ての重たいものを手持ちにしましたので、手持ちというか別にしましたのでクリアしました。前のカップルの方が重さ超過していて、預けるように言われてました。私は無事クリアです。そしてこちらから下に行ってセキュリティを通るようです。このシステム初かもしれません。地下にゲート28です。どうしてもおひなわそば食べたいんで、時間があれば食べたいと思います。お手洗いもしたいです。見つけました、こちらのお店で沖縄そば前回も食べましたが、オーダーしたいと思います。一人で切り盛りする手際の良さ。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。すぐできました、良さです。いただきます。麺が丸い、昨日の浜屋さんとは違う。これ定番ベーシックでしょうか。美味しいです。軟骨ソーキうまいです。めっちゃ美味しい。こっちね、溶けます。これ練り物付きです。これなんかチャーシューみたいなやつです。急いで食べます。28番ゲート下でした。ありました。そして水汲み、お手洗いもあります。
めちゃめちゃ長くてみんなしんどって言ってます。どんだけ歩かされるんだろう。やっと着いた、やっと着きました。スルーですよ私は。ここ今度行ってみたいですね。そして暑い、すごいピッカピカの床です。テッカテカピッカピカ、綺麗に掃除してある。そして出れると思ったらまだです。もう少しかな、あそこでしょうか。やっと出れました。暑い、歩きすぎて暑い。連絡バス待ちですね皆さん。乗りましょうか。ターミナル1まで歩くと10分ぐらいかかります。見れる。スタバ寄りましょうか。めっちゃ混んでる。あの子頭にリボンついてる。これに誘われて入ってきちゃいました。中も入れる。今日は時間がないんで中はやめて、ちょっとここで見ながらお昼ご飯としてスタバを食べて帰りたいと思います。中見るのはめっちゃ並んでます。子供たちがお休みだから見てます。でけー。